はい。それでは1月17日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。勉強は楽しむもの。楽しくなければ勉強続かないですよね。楽しくない原因っていうのは、わからないだったりとか、解けない。まあ、こういった原因が多いです。ということは、わかる、解けるようにしていけば楽しくなるわけです。そのためにも、まず、初めにやるべきことっていうのは、どこがわからないのかっていうところを明確にすることが重要なんですね。解説の中でも、ここまではわかるけども、ここからがわからないというふうに明確にするんです。そして、わからない部分に絞って、ネットや参考書や専門書。まあ、専門書っていうのは、宅建の教材ではないけれども、それに絞った本っていう意味ですね。例えば民法の本だったりとか、そういったイメージです。そういったもので調べていくと良いです。で、多くの方がざっくりとわからないっていうふうにするんですよ。ざっくりとわかんないってなってくると、調べても知りたいことが検索に引っかかってこないんですね。そうすると結果として、やっぱりわからないってなるんです。そうすると楽しくないですよね。まずは、どこがわからないのかっていうことを明確にしましょう。そして、そこに絞って調べていきましょう。で、個別指導っていうのは、そういったところっていうのをもう私の方でやってます。また、解説の方にも、まあ大体これまで、多くの、受講さんがいろんな質問していただいておりますので、そういったものも踏まえた解説になっているんですね。だから、私としても大体、お客さんが何がわからないのか、どういったところでつまずくのかっていうのも、もうわかるんですよ。なので、そういったものも踏まえた解説になっているので、すごくわかりやすい解説になっております。で、それでもやはり、人によっては、この部分がわからないとかってあると思いますので、そういった部分については、メールでご質問できる体制になっておりますので、その点もご安心いただければと思います。なかなか自分自身で調べる時間がないだったりとか、調べてもわかんない、また調べ方がわからない、そういった方はぜひですね、個別指導ご検討いただければと思います。今からであれば、あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。で、個別指導はこの動画の下の概要欄にお申し込みページの URL 貼っておきます。また、一応動画の最後に、個別指導の概要の動画も合わせてお送りさせていただきますので、もし個別指導がどういった内容か、まだ、いまいち理解できていない方は、そちらご確認いただければと思います。また、個別指導についてわからない部分ありましたら、私に直接メールしていただいても構いません。この動画の下に私のメールアドレスも記載しておきますので、そちらから直接メールいただければと思います。で、問い1に入ります。債権者は複数の連帯債務者全員に対して、格別に、かつ同時に、全額を履行請求することができる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。格別にっていうのは一人一人にっていう意味です。債務者一人一人に、かつ同時にってことですね。連帯債務の債権者っていうのは、債務者の一人または全員に対し、同時または順次に全部または一部の履行を請求することができます。つまり、100万円について3人の連帯債務者がいたと仮定しましょう。債権者は3人全員に対して、同時に100万円を一気に請求することって可能なんですね。3人に対して、100万円、100万円、100万円っていう風に請求すること可能なんですよ。なので、丸だということなんですね。もちろん、誰か1人から100万円を返してもらえば、その他の債務者からお金を返してもらうことはできません。これなぜかというと、100万円返してもらった時点で、債権者が持っている100万円の債権消滅しますよね。だから、請求するのは全員に対して請求することはできるけれども、100万円を誰かから返してもらったら、その時点で他の人からお金をもらうことはできませんので。まあこれは当然ですよね。まあこの内容は連帯債務の基本的な内容なんで、この具体例を頭に入れておけば大丈夫です。で、問2ですね。で、問2に入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタン、クリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。そのチャンネル登録の隣にベルのボタンあると思います。そちらも、合わせてクリックしていただいて、すべてのところを押していただければと思います。これで私が動画アップした時に通知が来るようになりますので、こちらもぜひ設定してみてください。で、問2ですね。売り主が宅建業者、買い主が宅建業者でない場合の土地の売買契約の売買を行った宅建業者は、売り主が37条書面は不要だと申し出てきたので、37条書面を売り主に交付しなかった。この場合、売買業者は宅建業法違反となる丸か×かという問題ですね。
で、答えは丸です。つまり、宅建業法違反だということですね。37条書面の交付義務っていうのは、宅建業者間であっても適用されます。つまり、売り主、買い主、双方に37条書面を交付しない場合は違反になるんですね。で、これは定番の引っ掛け問題なので、絶対解けるようにしておきましょう。で、宅建業者間で適用がないものについては、個別指導で解説させていただきます。で、問い3ですね。準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。そもそも市街地開発事業っていうのは、都市計画区域内の、市街化区域や非線引き都市計画区域で定めることができるんですね。都市計画区域内で定めることができるのであって、準都市計画区域で定めることができるとはなってないんですね。なので誤りになります。で、この問題はイメージできれば覚えなくても答えは導けます。なので個別指導ではそのイメージの仕方についても解説いたします。で、初めにもお伝えしたんですけども、個別指導の概要についてはこちらの真ん中に動画のリンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、お申し込みについてはこの動画の下の概要欄にお申し込みページの URL を貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。